仕事しますか。はい、じゃあ今日も勉強会始めていきます。今回あれか、疲れたな、休憩するか。しなきゃ。なんか集中できないな。どうも、ショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということで、まあ全然僕は家で集中できない人間でした。特に会社員の時なんかは、その資格を取らないといけなかったんです。なので、その資格の勉強を家でやってたんですけども、全然集中できなかったですね。なので、2、3回資格を落としました。その基本情報を落としましたし、オラクルもですね、落としました。そう。で、会社を辞めて起業した時なんかは、さらにですね、その会社に勤めるっていうことがなくなるので、家での作業時間が増えるんです。で、全然さらに集中できなくて、もうその仕事でも全然結果が出なかったです。なので、これはまずいと思いました。じゃあどうしたかって言ったら、カフェで勉強、血の窓をするっていうことです。で、まあこの動画を見てくれてる人の中にも、カフェで仕事したり、勉強したりする人もいると思うんですけども、まあ特に都内の場合は、どこ行っても混んでるっていうのがあるんです。で、しかも座ったところで、その隣との間隔も狭いので、隣の会話がダイレクトに聞こえてしまったり、あとはトイレ行こうと思っても混雑してたりとかですね、あとはなんかこうカフェで飲もうと思っても、それが飲み終わっちゃって、じゃあ新たになんか飲もうと思ったら、家だったらなんか普通に冷蔵庫を取り出して追加できるんですけども、カフェだったらまた新たに500円、600円払って買わないといけないっていうのもあって、カフェ代がかさんじゃったりしますよね。そう、なので、なるべく家で集中できた方が経済的だし、時間もいいし、集中できるなって思っても、でも家で集中できないっていうのがあると思うんです。すごいジレンマだと思います。ってなった時に、じゃあ今回の動画を見てくれたらですね、そういう家での集中できる環境の構築っていうか、なんかちょっと堅苦しいですけども、その家で集中できる環境を作るためのヒントが、この動画を見てくれたらなんか一つでも掴んでもらえるかなというふうに思いますので、もし気になる方がいたら最後まで見てくれたら嬉しいです。よいしょ。ああ、疲れた。ということで、まず最初のステップは、トレーニングです。で、これは、どっかの研究、まあ、聞いた話なんですけども、その、トレーニングをした後、体が疲れた後、心臓がバクバクした後っていうのは、集中力が増すそうです。そう、なので、僕は最初集中して、なんかやりたいなと思った時は、運動して、体を疲れさせるようにしています。そうで、まあ、疲れすぎちゃったらそれはそれでもう何でしょう、頭も心もこうぐったりってなっちゃうと思うんで、あくまでも軽い運動、軽く心拍数が上がるぐらいの運動、まあ、3分ぐらいがいいと思います。そう、それをやった後に、机に向かいます。はい、ステップ2は環境を整えていきます。例えば机の上にこういった書類があるともう気が散ってしょうがないので、こういったものはもうすぐに片付けます。そう、小さいタスクは後で処理してもいいんですけども、ただこれが後で残ってるとすっごい気になっちゃうんですよ。なのでこういう小さいものほど秒で先に片付けておくっていうことをすると、本当に集中した時にガッと集中できるんで、僕はそれでやってます。そして気分転換の飲み物を置きます。そう、ちょっとメールを返した後にこれを一口ピッてやるとちょっといいご褒美になるんですよ。ので集中できるんですね。で、これたまたま、まあ、黒糖きな粉ラテがありますけども、これは冷蔵庫にあったのでたまたまここに置いてます。で、これがない時っていうのはルイボスティーも飲みますし、あとは何でしょう、他のコーヒーとかも飲みます。で、飲み物だけじゃなくてちょっとしたお菓子なんかつまめるものなんかもこうパクパク食べながら太らない程度にお口に刺激を与えてます。そうすると意外とこう気分がすっきりしたってなって、この仕事に集中できるんです。あと環境デザインのところで言うとこれですね。
これは彼女が引っ越す前のところから持ってきた無印さんの加湿器です。はい、こんな感じで入れます。で、こちらも無印さんから出ているエッセンシャルオイル、ヒノキの匂い、これを使います。ポチポチポチと、まあ、大体4滴5滴ぐらい垂らします。で、スイッチをオン。すごく集中できます。僕ヒノキの匂い大好きなんですよ。他にもオレンジの匂いなんかも好きですけども、こう仕事にグッと入っていく、勉強にグッと入っていくためには、僕はヒノキの匂いが一番いいなと思ってます、個人的にですけどね。はい、で、こうやって仕事する時だったり勉強する時だけこれをつけることで、その一気にムードが変わるんですよね。まあ、なんかルーティーンとかあると思うんですけど、その集中するためのルーティーン、儀式みたいなもので僕はこの匂いを応用してます。もうなので匂いをシュッと変えて、そうするともうグッと入れるっていう感じですね。ちょっと長嶋監督みたいでしたけど、シュッてつけてグッと入ってくるっていう、そういうイメージです。ただこのスペースに関してはケーブルが多かったり統一感がなかったりして、ちょっと視覚的にごちゃごちゃしているので、収納ボックスみたいなのを探してそれをゲットして、ここの見た目もよりスッキリしていこうと思います。はい、ここまでなんですけど、まずは肉体で集中できるムードを作りました。そしてテーブルの上の視覚的な雑念を全部省きました。そして足の部分でちょっとご褒美をあげながら集中力が持続できる工夫っていうのをしてみました。そして匂いの部分で集中できる空間作りっていうのをしてみました。そしたらその次はですね、聴覚の部分で集中できる工夫っていうのをしていきたいと思います。そう、まあこれは皆さんやってることだと思うんですけども、こちらをこうつけます。で、僕はですね、 YouTube でローファイスタディミュージックっていうのを検索します。そしたらこんな感じでローファイミュージックのラジオ1時間だったり2時間だったりっていうのが出てくるので、これのまあ好きなやつ、ピンときたやつを聞いてます。あとは環境音で検索したりもします。そうすると川のせせらぎだったり滝木の音だったり、あとは空港の音だったりっていうのがいろいろあるんです。で、それも自分の好みでその時聞きたい環境音っていうのを聞きながら作業をしています。あとはリラックスジャズなんかも聞いてます。ただ歌詞があるものは基本聞かないです。洋楽だったり邦楽だったり、そう、歌が入っているものっていうのは聞かないです。そう、やっぱ環境音だったりジャズだったり、そのローファイっていうすごいゆっくりしたやつっていうのを、まあ、小さめの音量でかけるとどん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 入っていけるんですよね。まあ、でもこれもその人それぞれよると思うので、よく僕の知り合いでなんかはそのバンドなんかスラッシュメタルみたいなすごいもうギャーみたいなの聞いてるとどんどん入っていくみたいな人もいるので、まあ、そこは人それぞれと思いますけども、そう、やっぱ視覚的にも集中できる工夫っていうのを、まあ、しています。次に今日やりたいこと、今日やるべきことっていうのをタスクとして入力していきます。はい、ありがとうございます。はい、まあこうやって撮影中に宅配が来ましたけども、こういうことをすると、まあ、集中力途切れますよね。まあでもこれはしょうがないです。やりたいことだったりやるべきことっていうのを書いたら、もうこの書いたところしか今日はやらないっていうふうに決めます。なのでここに YouTube って書いてないので YouTube はもう見ませんということです。ポイントは一気にやるっていうことなんです。例えば一つのタスクが終わってちょっと YouTube5 分間休憩しようかなとかやっちゃうと、もう集中力が切れちゃうので、なるべくそのタスク入力したものは一気に片付ける、もう 2,3 時間でガッて終わらせるっていうことをすると、あっという間に意外と終わるんですよ。集中してドンとやっちゃえばさっと終わるっていう、またなんか長嶋監督みたいな喋り方になっちゃいましたけども、なので、まあ、なるべくその休憩を挟まないように、まあ、トイレ休憩とかはしょうがないんでいいんですけども、なるべくそうやる、もしくはもうすごい時間かかるようであれば25分やったら5分休んで、でそのまた25分やってっていうのを繰り返していくっていう、そのポモロードテクニックっていうのもありますので、そういうものを使うと、もうずっと集中、延々に集中できるんじゃないかっていうぐらい集中できるので、ぜひやってみたらいいかなというふうに思います。まあ、そのやり方だったりっていうのは、ここら辺に過去の動画のリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、という感じでシェアしてみましたけども、いかがだったでしょうか。そう、カフェで集中できますよと、カフェで十分仕事できますよっていう人がいたらですね、別にこの動画無視してもらってもいいんですけども、まあ、でも僕もその起業してから、4年ぐらいが経とうとしてますけども、最初はずっとカフェを使ってたんです。毎日毎日カフェに行ってました。なんならもう1日3軒ぐらいカフェをはしごした時もありました。そうで、結果的に集中できたかって言われたら、まあ、集中できた時もありますけども、でもそれと同じぐらいですね、まずカフェを探すところから始めてましたし、行ったところで混んでたらもうはその集中したいのにもうできないっていう感じでしたし、あとは入ったとしても隣がぎゅうぎゅう詰めで、その隣の声も聞こえて集中できなかったりとか、まあ、そういったことがありました。なので、まあ、家で集中できるに越したことはないなというふうに思って、いろんな人の話を聞いたり、本を読んで勉強したりとかして、いろいろこう工夫をして今のスタイルになってます。そうなので、まあちょっとでも参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで、もう今回のお話へーって思ったりとか、をやってみようって思った方はですね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。地方に行った時にそのカフェが空いてるのはすごく羨ましかったです。そう、名古屋とか大阪ちょっと混んでましたけども、そのスタバがあって、その広いんですけども、ただ人は10人ぐらいしかいなくて、隣との間隔がめっちゃ空いてるみたいな、すごい良かったですね。 あと都内で言ったらお台場のそのスタバなんかもすごい空いてて、やっぱすっきりしてました。めっちゃ集中しやすかったです。そういうカフェに行けたらいいんですけどね。そう、まあ、ただそこに行くのも時間だったりお金もかかるわけなんで、その移動時間を、まあ、少しでもその仕事だったり作業だったり勉強に当てた方が、まあ、成果出やすいよねっていうような感じなんですね。まあ、なので、そんな感じで今回の動画シェアしてみました。はい、本当に参考になってくれたら嬉しいですし、まだまだ僕もいろいろですね、試しながら、もっといいのがあったら、その都度シェアさせていただきます。